はーい。ついにね、今日ですね、結果っていうかね、まあ、やってきた回があったっていうものになったんですけれども、多分皆さんあると思うんですよ。なんか予定を組むと嫌になっちゃう病ってないですか。予定組むと嫌になっちゃう病になるんですよ、僕。でね、その当日にね、 行きたくないなないいっってなっちゃいますよそうすると恐ろしいことが起きますよやっぱね病ですよねまさかねこの年齢になって仮病かなって思うっすけどうんやっぱ予定立てんのほんと苦手ですよねだから苦手だからこそのうんそうね 多分、こうやってずっと遊んでんでんでしょうね。いやー、まあ、僕は、まあ、思います。人生ずっと遊んで暮らせればいいなって、今んとこはね。だからこのまま進みますよ。だからね、また次回、楽しみにしてください。さよなら。